ファーマーリーニング、ファイター、ともに1回の攻防をして、ファイターの方は、この3番の稲葉がきっちりとバッターを返しました。そうですね、アウトコースのストレートなんですけどね、マーフィーが本当、決めに行った球だったんですよね。もうそれをね、全くスイング緩ますことなく、ベストをしっかり立ててね、三遊間めがけてね、押し込みましたよ。そうですね。最初からこの強引なバッティングではなくて、はい、この三遊間を狙ってますからね。そうなんですね。まあ、4月の初めはね、ああいうバッティングがね、ファールフライになったり、ちょっと正面に転んだり、中途半端だったんですね。そうですね。でもその5月に入って交流戦あたりから非常にね、相手を打てるようになりました。さあ、校長奥山に対して、まあ、見たい気をなりました、ボグルの対戦ゴールです。なおも1点を先制して、ワンアウト1塁。昨日のヒーロー、4番の福山がバッターボックス。今日は1回に先制ツーラン、3回に逆転タイムリー、5回のタイムリー、3安打5打点の大活躍。3号車大引きを追いました。低め低くボール、ノーブレス2ボールです。先ほど早くもマウンドのマーティーがこうプレッシャーを感じ始めているような。でもね、先ほどちょっと冗談を当ててね、稲葉ジャンプと言いましたけども、これはマウンド上でびっくりしてるはずですよ。そうですよね。自分の視野に入るところ全てがもうみんな大騒ぎなわけじゃないですか。最下中央を取りました。アウト5ボール、ストレートを外れています。ここ最近のマーフィー投手がね、こうやっていきなりノースリーになるってこともないですよ。そうですね。外国人としては球団最速となります。開幕6連勝。先発戦候補は5連勝中のマーフィーを攻めています。ファイターズ1回の裏。1点を取ってなおワンアウト1塁。バッターは4番の絶好調君。カウントノースリー。ボールが先行しています。マーフィー。と息を吐いて第4球を抑えました。アウトコースボール、フォアボール。その前にフォークですかね。フォークがありましたか、はい、いや完全にねマウンド上抜き足立ってしまってますよ、この好調のマーフィーですけれども、今日はね1回の表にね金森投手がフォークしましたけどね、投球の前にフォークがありまして、1塁ランナーの稲葉が2塁に進みました。ワンアウト2塁、カウントはノースリーのまま。で今の投球はノーカウントということになるんでしょうかね。今ね、フォークが宣告されましたってポストありましたね、はい、僕ね前からねそのフォークのアナウンス絶対欲しいと思ってたんですよ。それをねアンパイアがちゃんと放送を、ね、流しましたね。これはお客さんにとってもね、そうですね、分かりやすいね。フォークちょっと分かりにくいだけありますよね。さあノースリーから4球目、第4球を抑えました。おー、スライダー一言外れました。ストレートのフォアボール、ワンアウト中1塁となります。そしてここで目下絶好調の、これまた絶好調、5番の糸井が左バッターボックスに向かっていきます。たまらず今ショートの西岡がマーフィーのところに行って声をかけます。さあこの立ち上がり1点だけじゃなくてもう数にかかっていきたいですね。そうですね、田中さん、はい、今日は何日ですか。今日は27日。あ、じゃあ26日。お願いします。糸井選手の背番号まで行きたかったんですから僕は。26日ということで、糸井選手何番ですか。背番号は26番。ねえ、はい、やってくれますよ。さあどうぞ行きましょうよ、田中さん。ちょっと予定が今すぐ来ると思います。さあ背番号26番の糸井敏郎がテレビスターボックスに入りました。最初に球を抑えました。アウトコース、さあ、ボール外れています。ノースが1番ボールです。さあ、そんな実況席のね、はい、スクレートは全く関係なく、はい、集中してますね。集中して打席に入っています。ノースが1番ボールから第2球を投げました。いやー、いい当たり、右中間、伸びていく、伸びていく、見送った、あ、違うんです、センターのスペインに当たった。さあ、一番高いところに当たりまして、取りました、センター。取ったんですか。深い、一番深いところです。深いところでセンターが取りました。アウト。あ、すごい当たりに見えましたけどね。センターのムニスがフェンスいっぱいいっぱいで中間の深いところで取っています。うわ、ちょっと深く高い守りだった。角度十分でしたけどね。そうですね。あ、ムニスが取っています。そして2アウトランナー3塁となっています。あ、3塁1塁となっています。いや昨日もね、素晴らしいホームラン見てるだけにね、そうですね、内野に飛ぶとまだかなと思ってしまいますね、はい、で
バッターはニオカ、6番のニオカ、右バッターボックス入っています。今マシンの声を出してしまいました。失礼しました。ツーアウト一塁三塁、バッターボックスはニオカ、バッターそのボールからピッチャーマーティン、第1球を投げました。アウトコースチェンジアップはボール、バッター1ボールです。ここでもう1点欲しいですね。はい、バッター1ボール、確定が3球目、第3球を投げました。スタート打ちました。ピッチャーの当たりです。このところ自ら自動化ペースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。結局1回の裏ファイターズは1点止まりということになりました。稲葉のタイムリーで1点を先制しています。札幌ドームからファイターズ熱烈応援実況をお伝えしている ACC サタデーファイターズ、ファイターズ対マリーンズの11回戦、1回目が終わって1対0とファイターズが先制しています。序盤上達カレー三好の、ここで三好の餃子が登場です。今餃子が焼き上がったようです。おお、餃子とカレーと三好のセット、これは期待を裏切らないオイスター勢揃いです。三好のヒーローインタビューは稲葉選手です。はい、レーダーのプレバック稲葉選手、東京の施設です。はい、レーダーのプレバック、さっき稲葉選手、ファンの皆様へ一言。はい、レーダーのベルバッティ JR 北海道。 ACBC サタデーファイターズをお聞きの皆様、収納でお困りならトランクルームキュラーズへ。キュラーズは衣類や家具、引っ越し荷物の保管場所として最適な室内型トランクルーム。今なら最大5ヶ月間月額料金 20% オフ。詳しくは 0120-15-9824 キュラーズ中央区役所前店広瀬店まで。 ACBC1回の裏ファイターズが稲葉のタイムリーで先制しています。1対0とリード。これから2回の表、マリーンズの攻撃を迎えるところです。マウンド上はダルビッシュ、1回にセカンドランナーを背負いましたけれども後続を出しました。さあ、1点をもらったダルビッシュがこれから2回の表のピッチングに入ります。バッターボックスは今日5番の大松、左バッターボックスに入っています。ダルビッシュ対1球を投げました。ファーストから入りました。ストライク、99キロスローカー、ワンストライクノーボールです。ダルビッシュ、スローカーのバッテリー1対0とファイターズリードしました。第2球を投げました。ストレート、アウトコース、ボール、ワンストライク、ワンボール。もうね、ちょっと気になってるのはピッチングフォームなんですね。はい、ピッチングフォーム、何が腕の振りの角度がね、いつもとちょっと違うんですよね。腕の振りの角度、ちょっと横振りに見えてしまってるんですよね。高いボール100、ワンストライク、ツーボールです。まあ、これは体の異常とかではなければいいんですけども、なので、まあ、右バッターのインコース、左バッターのアウトコースに抜くのがちょっとあるんですよ。はい、第4球を投げました。ストレート打ちました。吸い上げた球がライトに大きな当たりを取って、どうだ、ファウル、右に切れていきました。よく切れたな、うまく打たれたんですよ。そうですね、いや、大松選手、昨日やっぱ熊島が悔しい思いしてますんでね、今相当な気持ちでバッターボックス入ってると思うんですね。低めの変化球をうまく拾い上げたんですけどね。はい、わずかにこう右に切れていきまして、まあ、ダルビッシュとしては助かります。そうですね、昨日はノーヒットの最近の試合は18打数2安打1割1分1厘、いや調子を落としている大松ですが、ここは怖いバッターです。第5球をインコース、詰まった当たり、フライになりました。バット方向のフライです。ファースト、ニオカ取った、アウト、ワンアウトランナーなし。今、ピッチングフォームを心配した僕はもう、間違いだったのかなと思いました。まずインコースのストレート、149キロのインハイのストライク、完全に詰まりました。詰まりました。バットちょっとヒビ入ってるんじゃないですか。まあ、その前の打球が大きな大きなね、はい、ライト方向へのフライだったんですが、今度はインコース。